はい、では本日はランナー一塁のフォーメーション、送りバント、三塁側に転がった場合の各ポジションの動きをね説明していきたいと思います。まあ、ランナー一塁であれば送りバントのサインが出たら基本的に一塁側にバントをしますね。まあ、その説明は、まあ、ここ最近の動画でよく話をしてますよね。ただですね、サードの動きが悪かったり、サードが後ろの方に守ってた時は、まあ、わざと三塁側にねバントをすることもありますし、まあ、たまたま三塁側にバントの打球が転がることもあるので、まあ、そういった時のためにね三塁側にもし打球が転がった時ね、バントの打球が転がった時の動きを話していきますね。この状況の送りバントはっていうのは、ランナー一塁のフォーメーションの時の送りバントは一塁側に転がすのがセオリーですが、三塁側に転がしてくることもたまにですけどねあります。でサードが、打球処理をした場合、ショートは二塁ベースカバーに向かうため三塁ベースが空きますよね。ちょっとイメージしてくださいね。三塁ベースが空きますよね。ちょっと図を使いながらね説明してみましょうかね。まあ、バントの打球はサードに転がるので、サードは前に走ってきますよね。で、ショートに関しては二塁ベースに入るので、この三塁ベースが空いてしまうんですよね。サードがバント処理に行ってしまうと。通常の、ノーアウトランナー一塁の送りバントは、まあ、一塁側にバントするのがセオリー。なぜかというと、ファーストが牽制のために、一塁ベースついてるので、スタートが遅れますよね。なんで、通常送りバントは一塁側に転がすのがセオリーなんですね。なんでサードの動きとしては前に出てきて、で打球が一塁側に転がったと思ったら三塁ベースに戻るんですよ。これがまあ通常の送りバントですね。ただ三塁側に今回転がってきた場合の話なんで、三塁側にバントの打球が転がってきたらサードがバント処理して一塁に送球するんですが、この時、サードベースが空きますよねっていう話ですね。まあ、そこまでね説明しましたよね。そこの説明の続きをしていきますね。そういうことですね。サードが打球処理した場合、ショートは二塁ベースカバーに向かいますよね。で、三塁ベースが空いてしまいます。で、三塁ベースが空くと二塁に進塁したランナーに三塁を狙われますよね。サードベース誰もいないんで、そのためですね、ピッチャーが三塁ベースカバーに向かうのが基本ですね。ピッチャーが打球処理しませんので、まあ、サードが打球処理するので、ピッチャーが三塁ベースカバーに向かうっていうのが基本ですが、キャッチャーも三塁ベースカバーに向かうように頭にね、入れておいてくださいね。キャッチャーも三塁ベースカバーに行く。ピッチャーも行けるなら三塁ベースカバーに行く。ですね。で、サードとピッチャー、まあ、一応ピッチャーもバント処理するつもりでいますんで、どちらかというとキャッチャーが三塁ベースカバーに行った方が、まあ、間違いはないのかなとは思いますけどね。もう確実にサードがバント処理するならピッチャーはすかさず三塁ベースに向かってくださいね。うん、ピッチャーが向かった方が、まあ、三塁ベースまでの距離がピッチャーの方が近いんで、キャッチャーより、だからピッチャーが向かった方がいいのかなと思います。本当打球の位置によりますかね。ピッチャーとサードの本当中間地点で、ピッチャーも打球処理に行って、サードも打球処理に行くと。
まあ、そういった場合はキャッチャーが三塁ベースに行った方がいいんですけど、もう確実にサードがバント処理する場合はピッチャーが三塁ベースに向かいますね。ちょっとなんか文字だけなんで、ね、ちょっとイメージしながら聞いていただけると嬉しいですね。ちょっと難しいですね、ちょっと説明。だからイメージしながら聞いてくださいね。で、サードとピッチャーが交錯した場合、もしくはピッチャーがカバーリングを怠った場合に備えて、キャッチャーがカバー、三塁ベースにね、行くようにしてください。その説明も、していきますから、ね、まあ、そういった動きがありますね。今の説明、意味わかりましたかね。もう一回図でちょっと説明しましょうかね。今何のことを言ってたのか。バントの打球がピッチャーとサードの中間地点に来たら、ピッチャーは一応ですね、一塁側に走るんですけど、もうバントした瞬間サードに転がったと思ったら、もうサードにも、サード方向にも動けるようにね、ピッチャーしないといけないんで、でもサードももう前に、バントに備えて前に構えてて、で前に走ってきて打球処理するので、サードが処理した方が、まあ、送球の姿勢を考えるとピッチャーよりサードがバント処理した方が投げやすいんで、サードがバント処理した方がいいですね。このちょうど中間地点だったら、ピッチャーとサードの中間地点に打球が転がったらサードが、まあ、処理した方がいいんですが、ピッチャーも一応この打球追いますよね。ちょっと白で書きましょうかね。ちょっと打球は、バントの打球がここに転がったとね。あ、まあこれはちょっとピッチャーが近いからピッチャーが処理することになりますね。ちょっともうちょっとサードより、この辺ね、この辺に転がったとしましょう。たらサードが前に来て処理しますね。でピッチャーも一応処理に向かうんですけど、こういった場合はキャッチャーが三塁ベースに入った方がいいですね。ピッチャーも一応バント処理してるので、まあバント処理してるっていうか、まあサードとね、こうどっちが取るかみたいなことをしているので、キャッチャーが三塁ベースに向かった方が、まあ、効率的にはいいですね。で、バントの打球が完全にサード側、もう強いゴロで、もうこの辺にね、完全にサードの正面に打球が転がった場合は、まあ、サードが取って処理しますので、もうピッチャーはもう確実に自分はこのバント処理しないじゃないですか。しないので、ピッチャーはバント処理する必要ないので、この送球の邪魔にならないようにして三塁ベースのカバーに向かいますね。まあ、こういうことを言ってるんですよ。だからこのバントの打球の位置によって、そのサードベースのカバーに誰が行くのか、キャッチャーが行くのか、ピッチャーが行くのかっていうのが、まあ、変わってくるんですね。まあ、そのことをここでは言ってますね。サードとピッチャー、そうですね、サードとピッチャーが交錯した場合はピッチャーがカバーリングを怠った場合に備えてキャッチャー、そうですね、本来ピッチャーがね、サードベースに行くのが大前提ですかね。ただピッチャーもバント処理に集中したりカバーを忘れたりするので、まあ、それに備えてキャッチャーもベースカバーに行ってた方がいいのでね、そこはキャッチャー頭に入れておいてくださいね。で、この場合ですね、キャッチャーが三塁ベースに行く場合、ホームを開けてしまいますよね。で、本塁を開けることに違和感があるかもしれませんが、この動きの目的は二塁に進塁したランナーを警戒する動き
のため基本的に三塁送球が発生することはないため、本塁ベースは空いてても問題はありませんということですね。ホームまでね、普通の送りバントをしてホームまでランナーが来ることっていうのはほぼないです。もしホームが空いてた場合は、誰かしらねホームに行けばいいので、空いてる選手がファーストとか、キャッチャーが三塁ベース行くんだったらピッチャーは、ね、三塁ベース行かなくていいじゃないですか。だったらピッチャーがねホームに行ったりとか、あとサードがバント処理した後にサードがホームに行ったりとか、で空いてる選手がホームに行けばいいだけなので、別にキャッチャーがホームにいないといけないっていうルールはないのでね。で、万が一一塁送球が悪送球になった場合は、近い位置にいるファーストが本塁ベースに入るか、戻れるようであればキャッチャーが戻ります。キャッチャーがまあ戻ってもいいのか、でもさっき僕が言うね説明しましたが、ファーストが行ってもいいし、サードが行ってもいいし、ピッチャーが行ってもいいし、誰がね行ってもいいんで、もうその動ける選手が行くのが大事ですね。この辺のちょっと説明をちょっともう一回図を使いながら説明していきましょうかね。でちょっと文字だけじゃややこしいですよね。もう私毎日今動画作ってあげてるんですけど、皆さん、毎日ね多分忙しくて見れない人が多いと思うんですけど、自分がね気になった動画を見てね勉強していただければ私としては嬉しいんですけど、できればね順番通り見た方が理解しやすいのかなと思いますんで、再生リストの方から見ていただければね、順番通り番号振ってますんでね、若い順番から見ていただければ理解しやすいのかなとは思いますんで、よろしくお願いしますね。で、一塁ランナーを青のペンで示していきますね。ランナー一塁、ノーアウト、ランナー一塁、ランナーノーアウト、ランナー一塁で、相手チームがバントをしていきます。で、普通は一塁側にバントするのがセオリーなんですけど、今回サード側にバントをしましたと。打球を白で書いていきますね。サード側にバントの打球が転がりましたね。こういった状況ですね。で、ピッチャーから動きを説明しますね。で、この1番のピッチャーは、説明しているところを赤の丸で囲んでいきますからね。その赤の線を見てねいただければいいかと思いますんでね。この1番ピッチャーですね、ピッチャーとしてはバント方向に動くんですが、この打球に関してはもうサードに任せます。一応打球処理に行くんで、ピッチャーがもし取るんであれば任せろとサードに行って、サードはもう三塁ベースに戻りますね、ピッチャーが取るんだったら。ただこのケースであれば、サードが、取りますので、ちょっと待ってくださいね。このだけであればサードがバント処理するので、ピッチャーはもうサードに任せたと言って三塁ベース
に行きます、ね、これがピッチャーの動きになります。でキャッチャーは2番ですね。キャッチャーに関しては自分の前に打球が転がったらキャッチャーがボールを取って送球するんですが、まあ、この打球に関してはサード方向に打球が転がってますので、キャッチャーはもうサードと声を出してね、指示をしてください、サードサードで、送球先ですね、二塁に投げるのか一塁に投げるのか、キャッチャーは指示をしてください。でこの時にキャッチャーも三塁ベースに向かうようにしてください。ただね、ピッチャーがもうしっかり入っているようであれば、その三塁ベースまで行かなくていいです。ただピッチャーが三塁ベースカバーを忘れている場合は、キャッチャーが三塁ベースに向かってください。なんかちょっと画面が変ですね。すみません。なんか戻るボタンを押したら変な画面の動きをしますね。ちょっとすみませんね。でキャッチャーは、ね、自分の前の打球は処理するんですが、サードが打球処理をすると分かったら指示をしながら三塁ベースに向かいます、まあ、ただしピッチャーが三塁ベースについてるんだったら、まあ、キャッチャーとしては、まあ、特にすることないので、まあ、三塁ベース付近のカバーをしてもいいですし、まあ、ホームに戻ってきてもいいですね。ホームベースをね一応守っておく、まあ、そんな感じですね。でファーストは一塁牽制に備えて一塁ベースにいますよね。で、まあ、バッターがバントをしてくるのでファーストも前にバント処理に向かいます。もうバッターがバットに当てるまでどっちに転がるか分かんないじゃないですか。もしかしたらファーストに転がってくると思うので、ファーストはもう前に出てきてバント処理に備えます。で4番のセカンド、ファーストがバント処理に向かっているので一塁ベース誰もいないですよね。セカンドが一塁ベースに入ります。でここも何度も言ってますけど、フェアゾーンに体を乗り出して送球を受けるようにしてくださいね。ベースの上に立ってたりファールゾーンに立ってたらバッターランナーと衝突しますんでね。あと送球する人たちが投げにくいんで、もうランナーとこう重なってしまって投げにくいので、できるだけフェアゾーンに、体を乗り出して送球を受けるようにしてください。で次が5番のサードですね。5番ですね。でサードはもうサード側に打球転がっているので、サードがこのゴロを補給して、まあ、二塁に間に合うんだったら二塁に送球で、二塁間に合わないんだったら一塁に送球ですね、まあ、キャッチャーもね指示を出してくれるんで、しっかりキャッチャーの指示も聞きながらね、まあ、自分でもある程度判断してねできるように練習の中でいろいろ試してみてください。で次ショートですね。6番ですね。6番のショートは二塁ベースに入ります。二塁送球が来ると思うんで、まあ、それに備えて二塁ベースにいます。でこれはタッチプレーではないですね。フォースプレーになってくるので、伸びて取った方がいいですね。できるだけ前に出て取った方がアウトになる確率が上がるので、まあ、ショートは伸びて取った方がいいですね。まあ、ゲッツーできるならね、もうゲッツー取れたら最高なんですけど、まずは二塁でランナーをアウトに取るのが大事なんで、二塁が間に合うんだったらね、
もう二塁間に合わないんだったら確実にファーストでバッターランナーをアウトにして、まあ、ノーアウト一塁だったら、まあ、ワンアウト二塁にはなりますけれども、まあ、アウトカウントを一つ増やすのが結構まあ、とにかくアウトカウントを一個でもね多く増やせればいいので、うん、まあ、二塁ランナー本当送りバントで二塁でアウト取れれば本当最高なんですけど、まあ、なかなかね難しいんでね、うん、もうタイミングがもう際どいと思ったら一塁に投げて確実にアウトカウントを増やした方が僕はいいかなと思いますね、うん、下手にこうギリギリ間に合うか間に合わないかの状況で二塁に投げてセーフだったらノーアウト一塁二塁なんでピッチャーとしてはもうめちゃくちゃ苦しくなってくるんでね、どうせならもうねランナー二塁に行くんだったらワンアウト二塁の方がまだ気が楽ですから、まあ、そんな感じかな。で次7番のレフト、レフトは二塁送球が来た時に備えて、ちょっと待ってくださいね、白で送球の状況を書きましょう。ああ、ちょっとお待ちくださいね、すみません。送球がこのような感じですね。もし二塁投げるんだったら、一塁投げるんだったらこういった感じになりますよね。なんで、レフトは二塁送球のカバーに向かいます。まあこの辺でもいいですしね、センターが延長線上には入るんで、まあ、レフトはショートがボールを弾いた時に備えてカバーに向かいましょうかね。でもしね三塁送球が発生するようであればレフトは、三塁のカバーも向かってください。でセンター今説明した通り二塁送球の延長線上にカバーに入るようにねしてください。で9番のライトは一塁送球が来た時に備えて一塁送球の延長線上にカバーに入るようにしてください。まあ、こんな感じですね、ノーアウトランナー一塁で送りバントが三塁側に転がってきた場合の動きについて説明をしました。ちょっとねこの画面がちっちゃくて、ね、見にくい場合は、まあ、スマホだったらパソコンはできんのかな、まあ、ちょっとこう画面アップすることができるんで、まあ、自分でちょっとアップ、ね、画面をちょっと大きくしながら、まあ、見ていただければ嬉しいですね。で今ですね私のこう友人が動画の編集を手伝ってくれるっていう話も今出てるので、もう少しこう見やすくなって今後ね見やすくなってくるとは思うんで、まあ、それが4月か5月っていう今話なんで、まあ、できるだけこう動画の質をね上げていきたいとは思ってるんですね。そうやって友人も手伝ってくれるとも言っているんでね、見てくれる方も増えてきているので、まあ、そういった方々のためにも、まあ、できるだけいいその動画をね作っていきたいと思います。でもう少しね私自身、まあ、生活に余裕が出てきたりとか、まあ、YouTube では全くお金がね入ってきてないんですけれども、まあ、入るような状況になってきたら、まあ、いろいろ、まあ、ビデオカメラを買ったりとか、まあ、ホワイトボードを買ったりとか、まあ、いい場所をね借りてもっと分かりやすい説明もできると思うんで、今はねちょっとこういう
パソコンの画面で説明しているような形でね、ちょっと見にくかったり分かりにくい部分もあると思うんですけどもね、まあ、頑張ってねこうお届けするので、一緒に野球の勉強を頑張っていきましょう。私もねチャンネル登録数がこう増えてきてるのがね、ちょっとこうモチベーションにもねつながってるんで、本当嬉しいですね、ありがたいです。うん、そうですね、まあそれぐらいかな。では今回はランナー一塁のフォーメーション、送りバント三塁側に転がった場合の各ポジションの動きについて話をしました。ありがとうございました。